副業オタクまゆぴぴです。はい、ということで今日はメアリーイコールジョイのエピソード1を見ていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。まゆぴぴ、お、ジュリーちゃん、おー、すごい素晴らしい。かわいい。アイダ・ジュリーちゃんのエピソードですね。出た、弱に。かわいい私服。え、中学受験したって。頭いい。えらっ。うわ、めっちゃたくさんの子が受けてる。緊張の瞬間。お、いや、これは緊張、感動ですよ。え、なんかナチュラルメイクでめっちゃ可愛い。出た、歌唱。いやー同じ空気すごい。え、あ、厳しいご家庭だったんだ。えら、その覚悟がマジで好き。押せる押せる、すごい。なんでそんなにアイドルになりたかったのか気になるな。お、お、歌声綺麗な歌声じゃん。え、超楽しみなんだけど、ニャジャイちゃんの歌声どうなるんだろうね。めちゃめちゃ楽しみ。お、いや、かわいい、ウィーウィーシー、かわいい。こんなの見たらさ、ジュリーちゃん推しになっちゃうよね。君がいいだ。正直な自分、今更ログインする。いや、頑張ってる、かわいい。え、こんなの見たら推しになっちゃうじゃん、マジで。喋り方めっちゃ可愛い。なんかボソボソっと喋る感じが可愛い。押せる。いや、この業界慣れしてない感じがいいですね。染まってない感じが。細っ。
緊張してて可愛い。いや、ワクワクですね、こう。デビューっていうか、このね、初の撮影の雰囲気とか見るの超大好きです。緊張してる。黒歴史。どんなこと？どんな時期だよ、かわいい。かわいい。え、なんか、いい子そう、マジで。賢そうだし、いい子そう。めちゃめちゃかわいい。笑っちゃってかわいい。あ、これがあの生写真に。あ、リコちゃん。かわいい。めっちゃかわいいよ。かわいい。なにこれ、楽屋裏お弁当ってことね。桜出たー。お披露目会、そっか、桜の時期でしたよね。やば、ついにって感じ。かわいい、みんな素な感じでかわいい。いやー、このみんながね、いつか帽子とかかぶり始めるんでしょうね。お、第3のグループ、イコノイスタッフさんの服めっちゃかわいい。イコノイスタッフって書いてる。バレー部覚えられない。難しい。長セリフ。ああ、そうなんだ。初めて自分から興味を持ったのが女性アイドル。おお、第3のグループのメンバーですって。まだわかんないもんね、名前発表されてないもん。お、うわぁ、オーラがすごい。イコラブメンバー、オーラがすごいよ。いやぁ、みんな足きれ。お、みんなニコニコして。あー、泣いてる。いやー、いいね、ちゃんとオタクなんだね、嬉しい。なんか、いや、かわいい。配信を頑張ってた。いやー、泣いてる。
やもう本当に嬉しいんでしょうね。もうめっちゃ押せる。いやー押せるわ。そうなんだ。コメントしてたんだ、アイドルさんのショールーム。そっか、顔出ししてなかったんですよね、ジュニーちゃん。確かに、それは感動するかも。涙もろいですね。かわいい。素直で。おう。ニアジョイと言ったら。すごい。すごい。妹グループとしてではなく、ニアジョイとして知ってほしいって。めちゃめちゃいいことを言ってる。めっちゃ押せる。プロ意識めっちゃ高い。おー。いや、素晴らしい。押せますね、めっちゃ。しっかりしてる。すごい、ジュリーちゃん。押せる。はい、ということで、ただいま、アイダ・ジュリーちゃんのエピソードを見ていったんですけれども、押せますね。ちょっと途中でも何回か呟いたんですけど、イコノイの妹グループというだけではなく、ニアジョイとしてのカラーを今すぐにでも出していきたいと。自分から初めて興味を持ち始めたのが女性アイドルグループということでですね、生粋の女オタということで、これはちょっと私的にも押せる。ポイントかなと思ってます。歌声も純粋な感じで素敵な歌声だったし、ちょっとジュリーちゃん推しになっちゃうぞ、このエピソード見ちゃうと、みたいな感じで思いましたね、シンプルに。ちょっとここからの残りの11人がどう出るかで、ワンチャンジュリーちゃんも推しになりそうでドキドキしてます。はい、ということで今日はニアリーイコールジョイさんのアイダ・ジュリーちゃんの密着映像を見ていきました。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まゆぴぴでした。バイバーイ。